今日も調子いいです。さて今日のデイリーマインドセットですが、スキルが最高の資産ということです。これはよく聞く話でもありますが、仙人さん、深い意味のところをちょっと教えてください。僕ちょっと子供時代の話していいでしょうか。はい。僕の小さい頃はなんか結構その特別な教えを受けて僕育ってきて、そのおじいさんとかその結構変わって考え方を持ってたんですね、僕の家族みんなが。はい。で今でも覚えてるのが4歳か5歳からかな、なんかその小さい頃になんかおもちゃ買ってって言うじゃないですか、子供って。言いますね。おもちゃとかなんかいろんなもの欲しいじゃないですか、飴とか。はい。でまず僕最初に食事のことで面白いのが、砂糖とか飴とかお菓子を僕食べたことなかったんですよ、小さい頃に。多分家を出るまで。だから13、14で学校辞めて、家を出てからなんか初めてそれを知ったみたいな感じですよ。はい。そのお菓子とか、コーラとか。はい。なのでまずそういう食事の面で全部がそのおやつがリンゴだったってね、全部。お菓子イコールリンゴとかバナナだったんで、でジュースイコールオーガニック野菜ジュースだったんですよ、全部が。で、まあ、そういうまあ食生活の違いがあったんですけど、でもう一つ面白いことがあって、おもちゃとか欲しい、なんか欲しいって言ったら絶対にノーだったんですよ、それは。はい。で買ってくれなかった。でも無制限に買ってくれるものだけ一つあって、それは本だったんですね。で本だけは1どんな、例えば100万でも買うって言ったんですよ、その家族が。それが50万だろうが100万だろうが1000万だろうが、本とか その知識だったら、それは無制限っていうルールだったんですよ、うちでは。だからなんか悔しかったんで、おもちゃ欲しかったのになんか買ってくれなかったんで、いつも、はい、じゃあ本屋さんに行ってって言って、それが例えば9歳ぐらいの時かな、行ってすごい怒り狂って僕が。なんかもう本屋さんに行ってその本を買うじゃないですか、はい、帰ってきてすぐに読んで、またもう一回買ってくるからもう一回お金をくれって言って、そのいわばルールを悪用したんですよ。無制限ルールを、はい、でもそれ本当に自分の母親とかも守ってて、そのルールを、次々と財布からお金を出してくれて、それで買いに行ってまた読んで、またそれでもう一回帰ってくる、また読んでっていう、そうやってて。